木のポートレート、1997、アルミニウム、塗料、高さ3メートル、本郷台駅前、神奈川フェイジョン、2000、中鉄、ステンレススティール、180X230X、50センチメートル、札幌ドーム、北海道ガーデニング、2002、キャンバスに、油彩、227X555 センチメートル、東京国立近代美術館像、東京虹、 2003、キャンバスに、油彩、227X555 センチメートル、高松市美術館像、香川フラワーガーデン。2004、キャンバスに、油彩、227X555 センチメートル、広島市現代美術館像、広島、個人像、東京北千住。2008、キャンバスに、油彩、227X444? センチメートル、金沢21世紀美術館像、石川森、壁面に、耐水マーカー、2019、4X27 メートル、金沢21世紀美術館像、石川タイムシッパー、2020、ガラス、ステンレス、コンクリート、土、他、上海市夢見る世界、インスタレーション、2019、USC パシフィックアジア美術館大岩オスカールは、 ブラジルシーノ画家、現代美術家アーティストグループ、昭和40年会のメンバー。サンパウロ大学建築学部卒業。日本人の両親のもとに、サンパウロで生まれ育つ。大学では、建築を専攻する一方で、幼い頃から美術に親しんでいた大岩は、アーティストとしての活動も開始する。20代半ばの1991年には、 東京に活動拠点を移し、2002年にニューヨークに拠点を移すまでの11年間は日本で活動する。自己のアイデンティティと土地、都市や環境との関係性を鑑み、独特の視点から描いている。ロンドンでの約1年間の滞在を含め11年間の活動の後、2002年以降現在に至るまでニューヨークを活動の拠点としている。 二度の大きな旅立ちの決心はいずれも自身の作家としての活動を広げることにあったというように、大岩は自身の移動について常に自発的、自覚的な作家であり続けている。これまでの約20年にわたる活動をサンパウロ時代から振り返れば、大岩の制作はテキストや絵画、オブジェの他に、 架空の物語に基づくインスタレーション、キットを模したコンセプチュアルな作品、パブリックアート、本の制作など多岐にわたる幅の広いものである。子供の頃からよく絵を描いたり、物を作ったりしていた。最近の忙しい子供たちとは違って自由時間がたくさんあり、兄弟も多かったのでよく想像力を働かして、おもちゃを作ったり、漫画を描いたりして遊んだ。ある意味では、 大人になっても同じような生活をしているのではないかとたまに思ったりする面白いと思うものを作りそれで生活をしている新しい作品を考えるために特別のプロセスはないがアイデアは生活の中からなんとなく生まれてくる日常的に新聞を読んだり誰かの話を聞いたり映画を見たり街を2019年に CD が発売されたイニシエと 今比べてわかる日本美術入門、和田京子編著2010年平凡社発行 P170、大岩オスカール夢見る、世界展カタログ美術館連絡協議会発行 P70 陳税よしみ、大岩オスカール、世界を描く人、絵画の制作学2007年日本文教、出版株式会社発行 P402、現在活躍する作家への質問大岩オスカール、ゆきお、 大岩オスカール湖を目指す旅、旧龍道、P100、ありがとうございます。